マクシム・モーフラは、フランスの風景画家である。港などの風景画を描いた。ポンタヴァン派の画家の一人である。なんとの裕福な実業家の家に生まれ、実業者のキャリアを積むが、同時に絵を描き始め、なんとの海洋画家、シャルル・デュックのアトリエに出入りし、絵の技術を学び、風景画を描いた。父親に命じられて、イギリスに渡り、数年間、 リバプールの商人の下で貿易の仕事を学んだ。イギリスでも絵を描く情熱を募らせ、ターナーの作品に魅了された。ウェールズやスコットランドを訪れ、その風景に強い印象を抱いた。1884年にフランスに戻り、貿易の仕事と画家としての活動の両方を続けた。1886年にパリの展覧会に参加し、その作品は、 劇作家のオクターブ・ミルボーに注目され、その年の何との美術展に招待されるようになり、当時の有力な画家たちから知られる存在になった。1890年に、ポール・ゴーギャンに出会い、貿易の仕事を止めて画家に専念する決意をして、何とから多くの画家が活動していたポンタバンに移った。1891年に、最初の個展を、ガロー・デバークでタウトビルで開いた。 1891年から1892年の初めにかけてポンタバン派の画家、シャルル・フィリジェット海岸の宿やビューベット・ドゥラ・プラージュに滞在した。1892年には、版画家、ウジェーヌ・ドラートルのスタジオで、版画も学んだ。再び、イギリスを訪れた後、1893年からパリに移った。モーフラは後に、多くの画家が住むようになった。 選択船と呼ばれた、モンマルトルの集合アトリエに住んだ、最初の画家となった。モーフラの選択船のアトリエには、南都出身の友人の画家のエミール・ディージー・ウネや、詩人のビクター、エミール・ミシュレが集まる場所になった。1895年から、パリの画商、ポール・デュラン・イコール・デュエルと仕事をするようになり、モーフラの作品の展示会も、デュラン・イコール・デュエルによって企画された。 1895年に、ポンタバンで知り合った女性と結婚した。ブルターニュのキブロンや、ポアンドラなどに滞在し滞在し作品を描いた。1903年に再び、ブルターニュのキブロンに小さい農園を買って移り住み、ブルターニュを再び芸術家の集まる場所にしようとしたが、レオン・デュ・バルゴズランが加わっただけで1910年には、キブロンから離れた。 サルト県のポンセシュリーコールルイコールロアールで、射精中に、心臓麻痺で亡くなった。ありがとうございます。